ハロー YouTube、ニーハオヨーコアン、リンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、セクターローテーション中のバイリンガルの僕が、皆様にね、中華ニュースを、お届けしようと思います。はい、中華知らずは、世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりか、情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして中華ニュースを追ってみてください。セクターローテーションっていうのはね、なんていうの、その株の傾向ですよ。今までテック株が多めだったのが、伝統的なね、エネルギー株とかね、銀行株とかにとか、あとコモディティとか、そちらにね、移っていくんでね、ちょっとそちらへを株を変更しようと、そういったことを最近、やっておりました。今日のニュースなんですけどもね、アメリカの、ね、国会にですね、トランプ、大統領の支持者が突っ込んでいって暴れたっていう、ニュースがあったんですよね。これ皆さん知ってると思うんですけども、それに対してね、中国の、ネットユーザーの反応を、皆さんに、ご紹介しようと思います。一番、このグッドボタンが多いのがですね、なんて美しい、光景なんだと、そういう、発言が、ありましたね。これが一番、グッドマーク多いですね。その次がですね、アメリカ人が続けて、抗争することを、支持すると、そういった発言がありましたね。暴れてる人たちをね、支持していると、そういった感じになっていますね。はい、その次の発言がですね、中国人はみんな心が一つになっているから、反対者なんて、いないよなって、そんな風に言ってますね。これちょっと多分ね、嫌味だと思うんですけどもね。その次、はい、4人しか死んでいないのか、4億ぐらい、死んでからニュースにしろよと、そういった発言が、ありましたね。4人死んだのはちょっとほら、かわいそうなんですけども、なんか画面見てて、逆に確かに4人で済んだのかとは思いましたね。それでも、この死んだ4人の人、非常にかわいそうで被害者なんですけども、あの画面からするとね、はい、4億、それに対してね、4億人死んだら、アメリカ人いなくなってるじゃねえかと、はい、そういった発言がありました。はい、その次がですね、アメリカの警察は、なんていうの、日本語で言うと、武器持ってない民間人を射殺するのかと、そういった発言がありましたね。人間性がないのかっていう、このほら、4億人死んでからっていう、そういう発言に対して、お前には人間性がないのかと、そういった、発言が、あったようですね。はい、その次がですね、そんなに、激しいバトルじゃなくてちょっと失望したと、そういった発言ですね。だからもっと派手にやってほしいと。ニュースってね、派手な画面の方がね、やっぱね、広まるんですよね。はい、その次がですね、怖すぎる、やっぱり中国がいいと、そんな風にね、発言した、人がいましたね。それに対してね、中国人なんて996でもね、反抗しないじゃないかと、そういう発言ありましたね。996っていうのは、他の、動画で言った通りね、朝の9時から夜の9時まで働いて、それがね、6日間、週6日っていう、そういう話ですね。休めないという話なんですよね。これね、平和な国ってあるじゃないですか、治安のいい国。確かにね、残業が多いと多分僕は平和に、なると思うんですよね。スーツ着せたりとか、残業多めにしたりすると、暴れる元気がなくなってきて、確かにその、治安良くなると思う。これがね、なんかスニーカーにみんなジャージだとするじゃないですか。でそれでなんか1日8時間ぐらい働かなくても十分に食べれるよっていう人たちはね、結構暴れると思う。このアメリカの、この人たちみたいに、そのアメリカの国会に
要はお腹だけ満たされて時間があって元気がある人たちですね。でもそういう人たちがいるっていうのが、新しいものを生み出す原動力だったりするんですよ。要はね、まずね、味覚が食べ物ね、簡単なものを食べててもどうでもいい、服簡単でいい、そんなに働かなくてもとりあえず食べていけるっていう状態の人間がたくさんいるとするじゃないですか。そこからイノベーションが生まれる可能性もあるし、そこからね、その大統領選気に食わないっつって暴れ出す、人もいるだろうし、だからそういった二面性があると僕は考えていますね。要は余裕があって、生活に余裕があって、食べる分には、ね、余裕があって、それで余ったエネルギーがどこに行くかっていう話なんですよね。で、はい、次の発言ですね。コスプレ、大会みたいじゃねえかと、確かにね、コスプレしている、人たちいましたね。それでね、静かに頑張ってと言いたいよね、はい、そういった発言がありました。これも、ね、多分な嫌味なのか、どっちなのかちょっと分かんないんですけども、トランプさんの方を支持しているのかね、それは分かんないですよね。はい、もう笑うしかないよなと、そういう、発言がありましたね。その次、はい、これがアメリカの民主のヒーローたちかと、民主主義のヒーローたちかと、そういう、発言ですね。その次がですね、拍手しようぜみたいな、そんな感じの、ね、発言がありました。その他ね、たくさんの発言あったんですけども、大体こんな感じの、ね、発言でね、一辺倒にね、中国の体制を支持してるわけじゃないっていうのは、ちょっとそういった発言が結構少なかった気がします。中国の方がやっぱ安全だな、アメリカは民主主義のせいでこんなに暴力的になってるっていう、そういう発言がね、ひょっとしたらね、結構たくさんあるかなと思ったら、そんなになかったんですよね。だからこんな発言が多いんだなってちょっと思いましたね。はい、今日のね、この動画がいいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。